旅号第55潜水艦は、日本海軍の潜水艦。旅35型潜水艦の17番艦。初代については、旅号第55潜水艦を参照。1942年の昭和17年度計画により、1943年8月5日、三井玉の造船所で寄港。1944年4月23日浸水。 1944年9月30日に巡航し、二等潜水艦に類別。同日舞鶴鎮守付籍となり、訓練部隊である第6艦隊第11潜水船隊に編入された。1945年1月4日、第34潜水隊に編入。27日、両55は、クレを出港し、ミンドロ島西片沖に進出。2月2日、 ルソン島東方で敵機の攻撃を受けたため、懲戒区域への到着が5日遅れるとの報告を、最後に消息不明。アメリカ側記録によると、7日、ルソン島近海でレーテ湾に向かっていた輸送船団を護衛していた米護衛駆逐艦トーマソンが浮上中の潜水艦をレーダー探知2330先行した潜水艦へ、 ヘッジホック24発を投下し、潜水艦を撃沈した。これが、旅行十5の最後の瞬間であり、艦長の諏訪光一郎隊以下乗員80名、全員戦士。沈没地点は、ルソン島、イ付近、北緯15度27分統計119度25分、北緯15.450度統計119.417度、15.2450、119.417 15.。 3月1日、フィリピン政法で防止と認定され、5月10日に除籍された。ありがとうございます。